チャペル&COは、かつて存在したイングランドの企業である。音楽出版とピアノ製造を行っていた。チャペルによって出版されたベリオの作品の一部の版の表紙。1810年にサミュエル・チャペルによって音楽教授、フランシス・タットン・ラトゥールとヨハン・バプティスト・クラーマーと協力して創業された。クラーマーは有名なロンドンの作曲家、教師、ピアニストでもあった。会社の店舗には複数のフロアにピアノやその他の楽器、楽譜のための広い展示室があり、ボンドストリートの目立つ目印となった。チャペルはロイヤルフィルハーモニック協会の創設にも取り組んだ。チャペル社の評判は急成長し、1819年にはルートヴィヒ版ベートーベンが出版したいと思っている作品に関して仲間に手紙を書いている。ポッターは、ボンドストリートにあるチャペルが現在最良の出版社に一つだと言っている。サミュエル・チャペルは1834年に死去し、長男のウィリアム・チャペルが会社を引き継ぎ、母のエミリー・チャペルの代理として会社を経営した。1843年頃、ウィリアムはクラーマー&COに加わり、その後、パーシー協会と音楽古物研究協会を設立した。弟のトーマス・ペティ・チャペルが次に経営を引き継いだ。最初は音楽出版と演奏会の主催に専念していた。チャペル社は1840年代にピアノ製造を始めた。トーマスはチャペル&COの出版事業を拡大し、ミュージカルに関する出版に重点的に取り組んだ。これは今日もチャペルの成功にとって重要である、得意分野である。チャペル社は楽譜販売のための市場を作ることになるかもしれない、コンサートやオペラ、その他の催しを主催した。トーマスは、チャペル家が部分的に所有していたセント・ジェイムズ・ホールにおける、月曜から土曜までのポピュラーコンサートを思いつき、出資した。このコンサートは、弟のサミュエル・アーサー・チャペルによってうまく運営され、1901年まで続いた。トム・チャペルの成功の一つは、ギルバート&サリバンのオペラとアーサー・サリバンのその他の楽曲、古いグノーのオペラ、ファウスト、バルフのオペラ、ボヘミアの少女の出版であった。トーマスは王立音楽大学の最初のディレクターの一人や、ロイヤル・アルバート・ホールの最初の支配人の一人でもあった。トーマスは1902年に死去した。トーマスは音楽出版社協会の創設メンバーであり、協会の初代会長となり、1881年から1900年まで会長職を務めた。20世紀の間、チャペル社はイギリスで一流の音楽出版社、ピアノ製造業者となった。1964年、建物が火災で破壊されたが、その後に再建された。1970年代末までに、チャペル社はミュージカル作品の出版で有名な世界的一流音楽出版社となった。1980年、チャペルは小売事業を売却し、音楽出版のみに専念した。ロンドンのボンドストリートの店舗は、ヤマハピアノの大流通業者であったケンブル&COによって購入され、ケンブル社は、チャペル・オブ・ボンドストリートの名称でこの楽器店を経営した。チャペル&COの出版事業は後にポリグラムによって、1987年にはワーナーミュージックグループによって2億米ドルで買収され、ワーナーの音楽出版部門と合併して、ワーナー・チャペルミュージックが設立された。ありがとうございます。